そして総じては報道に思い、後に大統領の葬儀を継がれました。このことを天使屋は十字の疑問の中に天日の疑問を吸収しようかしたと形容されました。今から行う座り屋が1本目から3本目で天におけるそれぞれ異なる商品の捉え方が生かされております。1本目は受けたようです。2本目は無理です。3本目は突き立てです。となりそれぞれ相手の固着の瞬間に乗じて打ち込む打突のポンプの捉え方が特徴となっております。また4本目ではパワー出しと呼ばれ、表紙、手この原理を用いた闇僧侶の意味合いが生かされております。続いて行われますハンガハンガチワでは、一方が座り、もう片方が立った状態で後方、斜め前方、前方のあらゆる角度から攻撃に対する技となっております。はい、演武よろしくお願いします。取引者は、これより技術を現代の風へと昇華させた高田環状の創始者、加納次郎氏の理念によって、上芝用の真理と呼ばれる技を発表されました。取引者により、柔道軍と呼ばれるその理論は、相手の無念等の攻撃に応じ得る構えと、その運用を教える自然体。相手の攻撃と攻撃を手さばきと浅きによって向こうにする柔道に、相手の体勢を崩していつでも技がかかりやすい状態につく崩し寄りからなっております。そしてそれらの元となる剣槍の奏法となります。武器の奏法を手形の旗立ちに集約し、相手が離れても組みついてきてもその攻撃を完全に防御しながら相手を崩して投げ抑えます。最後にご覧いただくのはこういう投げの方から表の7本と続いてその上の技であります。はい、よろしくお願いします。